静岡県道381号島田岡部線は、静岡県島田市左右の地下から、藤枝市岡部町内国に至る一般県道。静岡県道381号島田岡部線、藤枝市横地にて国道1号の一部区間であったが、1980年11月の国道1号島田金谷バイパス開通に伴い、 島田市中央町から同志西右の時下までの区間が1982年3月31日に、静岡県道381号島田金谷線に指定された。2015年4月1日に、国道1号の内内谷新田交差点、大津通り交差点の区間が、県道381号に指定変更され、島田岡部線に改称された。旧東海道を行するように通っており、 途中に大井川橋がある。起点から金谷駅付近までは旧東海道の迂回路として1880年に開通した中山新道である。静岡県道381号島田岡部線の終点、国道1号と静岡県道81号、八重森線との接続部、藤枝市岡部町内国にて、 北緯34度50分8.8秒統計138度08分56.0秒北緯34.835778度統計138.148889度3 4 8 3 5 7 7 8十3 8 1 4 8 8 8 9大井川に架か,かる大井川橋には右折例がなく橋東側では堤防沿いの静岡県道342号 河原の大井川高線へ右折する車両のために慢性的な渋滞に悩まされていた。鉄橋である大井川橋の改良工事には莫大な費用が予想されていたが、2006年3月、橋東側に回転道路をつけるという解決策でコストを大幅に削減した。ありがとうございます。